充電池は100の電気をかければ100溜め込むわけではありませんが、エネループはどのくらいの効率で電気を蓄えることができるのでしょうか。5年以上使用している単3タイプのエネループで複数回測定しました。使用したのは USB 出力ができて、逆に外部の USB から充電ができる商品です。この商品の電気的なロスは考えないものとします。エネループ2本から取り出せた電力量は平均 2.8Wh。 そのエネループ2本を充電するのにかかった電力量は平均 9.4Wh。放電できる電力量の 3.3 倍の電力量が必要となりました。 1Wh 使うのに 3.3Wh 充電することになります。電池で動く多くの商品はだいたい電池の電圧が 0.9V くらいに下がるまで使えますが、この商品は 1.2V 程度で出力を停止する仕様でした。電圧が 0.9 に下がるまで頑張って動けようと思うかもしれませんが、エネループなどの蓄電池は完全になくなるまで使おうとすると電池の寿命が短くなります。ですから、電池で動く商品が完全に停止するまでエネループを使わず、まだ少し余裕があるところで充電をした方がいいです。なお、5年以上使っているエネループは2本で 2.8Wh 取り出せましたが、買って間もないエネループ2本の場合は 3Wh 取り出せました。充電の電力量は、この商品と家庭用コンセントで使う一般的な商品とではほとんど変わりませんでした。